乾杯です。あ、乾杯。それで酒じゃねえだろ。酒じゃねえだろ。はい、じゃあ今日はチェルキーライブタバーンというライブハウスからお送りしておりますけれども、また先ほどやったトーク番組とかあのフリーザーゾーンとかも全部行ったんですけども、その第3弾ということで、たまにはシンプルにアコースティックでもということで、給油を、もう本当に給油というか、スタジオ、もうね、その世界では、もう我々は知られてるけど、その仲間と久しぶりに やったんですけど、これから死ぬまで一緒という、最悪な状況に陥ってやっております。それで、とりあえずスタッフに新しいボーカルの、2人が来てくれてまして、まず、相棒は田代浩一郎です。はい、ギターの田代でございます。で、俺の場合はもうあのジーコで呼んでもらえばいいんですけど、小島久保さんって、まあ後でテロップが流れるんで、それでお願いします。で、2人はじゃあ、はい、自己紹介でいこうかな。ボーカルの沢頭岳です、はい、よろしくお願いします。ボーカル&コーラスの泉です。暗いわ。あ、泉です。泉さん、暗いか契約かってことで。で、まず、それで、ちょっとリハーサル前に、いろいろちょっと話したりなんかしたり、そのやってたんだけど、これからギターでも何でもいいんですけどね、いつもあのエレキギターとかダウ、デジタルワークステーションとかの話はあるんですけど、やっぱりシンプルな、僕もあの弾くし、彼はそっちの方のもう専門職なんで、なんかそういうもののガイダンスものを僕らがサポートできながら、一緒にそういうガイダンスものも取っていきたいと思いますので、リンクはですね、この下の概要欄に貼っておきますので、質問なり何なり、そういうものがあれば、ボーカルもいます、ギターもいます、で、ブラスもちゃんといます。ここにはいないですけどね、リズム隊もちゃんといるんで、一応ですね、厳選されてあのスタジオっていうか、あのメンバーですので、まあまあ皆さん長所でやられてるアニメーションのみたいな感じではありませんので、何かあったら気軽に質問で何なりダイレクトに質問ぶつけていただいたり、何でも OK でございます。全てそのコーナーは下に貼っておきますので、一つよろしくお願いします。お願いします。よろしくです。あ、そうだ、ミキサーは戸川光、こっちにいないですけど、後ろに、います。よろしくお願いします。はい、さよなら。ありがとうございます。そう、さよなら、寂しいな。そうか、こんにちは。またまたね。よろしく。はい、ありがとうございます。